つこのカゴに入れて。はい、はい、カンダ、カンダも出て、このカゴ。あ、こっちでやって、こっちでやってほしい。これは揚げ1番、うわ、揚げ1番、あとはグリーンピースと、あとはグリーンピース、それ、あ、そうです、ゲンジの、これのゲンジの、美味しい、美味しい。さあ、みんな興奮してますが、ココナッツミルク作りの話をしましょうか。ココナッツが、そう、ココナッツね、昨日ね、割ったんやって。え、あ、なんかココナッツの柄ちょっと見ました。確かにね、なんかお皿みたいなさ、あったやろ、カエルのさ、そう、それみたいなやって。そう、じゃあ、まず、テント張りします。イエーイ、張りたい、イエーイ、行きましょう。テントも張り終わって、いよいよココナッツミルク作り開始。最後にしちゃった。ココナッツの匂い、この中に、あっちで手を、あれよ、石鹸みたいな時間を入れる、あのね、どうしよう、全部は多分入らんで、こうつまんで、ちょっとぬるっとしてる、ね、あ、待ってたよ、入れて、なんかね、やっぱ野菜って感じがする、なんか、うんうん、果物というよりね、野菜、なんか触ったことある感じだよ、触ったことある感じする、オッケー、あ、もう一回、もう一回、ちょっと一回ストップします、楽しみの方わかるもんね。延長コード。ぶっ刺し、オッケー。じゃあやるよ。どこや？ここ。上か下のボタン。下の方がいい。せーの、で。シャキシャキや！シャキシャキ！シャキシャキ。シャキシャキアップして。まだまだよ。ちょっと待って、一回見てみよう。どんな感じ？チーズみたいになった。ほら。え、なんかこれさ、水分入れた方がいいのかな？下の方がなんか、下の方なんか、下の方なんか、めっちゃ細かい、なんか石鹸、石鹸の細かくしたい、食べてみよう、はい、よいしょ、食べてみていいよ、ね、これって作り方あんまりやで、うん、あんまり食べるんじゃなかった、でもなんかあれ醤油とついたらないよ、ちょっと待って、水入れてみよう一回、水を適当に入れてみたよ、この方がね、多分スムーズに回ると思うし、もうちょっとストップって言ってください。はいはいはい。あれ、いろいろね、お父さんのお茶とか入れるときもやった。オッケー。お父さんのお手伝いしてやな。オッケー、それぐらいしとこうか。やってみるよ、俺。いくよ。いいよ。なんかね、さっきは下の方やったけどね、今度はね、上に回ってきた。一回醤油つけてやってみて。いいよ。あ、パンキピュア、あの醤油つけるお皿持ってきて。俺も食べたい。はい。めっちゃ好きや。ちょっとこれ急にもうなんかもうココナッツはいろいろ大変っちゅうことが分かったよ今回。待って、マヒ、これ一回絡まっとるで。でもやっぱ醤油ココナッツ絶対。なんかベタベタしてた。いただきます。あ、いけたわ。オッケー。これマヒお願いします。全然うまいで。戻ってあるわ。食べて、マッキーも食べて、どう？うごやん。あ、ここ芯や、芯からなんか硬い、ペーシャゴや、でもココは全部硬いで、めっちゃなんか、さっき硬い、ベーはっちゃよ、ベースルイちゃんの流しにベーシャゴ、やばい、硬い、硬くて、お味、お口に合わなかった、いや、味はうまい、あ、味はうまいけど、硬すぎってだけ、そう、なんか柔らかいですよね、あ、これ柔らかい、あ、キメボールお願い、なんでかいやつ食べる、それのシャキシャキのやつ食べてみたい、ちょっと食べるやつ、ちょっととりあえずこれ、うん、これ、うん、スプーンで取った方がいいんじゃない、あ、確かに、とりあえず入れよう、ボウルに、これできるから、小さじ2個、小さじ2個、ここに醤油入れて食べよう、うん、ちょっと、うちらも食べて、バッてやっていいいいの、あ、こうよ、そう、うん、なんか大根おろしみたいな確かに味めっちゃ染みとる、多分濃いよ、醤油の味しか死ぬんじゃない、確かに、なんかいい感じに、あの、なるかなと思ったけど、あんまりいい感じにならないけど、なんか赤まってる、混ぜるよ、混ぜてにゃん、それで混ぜる、混ぜて、ちょっと量をそんなにいっぱい入れんとこ、ちょっと少なめに入れる、これは少しずつやろう、ちょっとずつやりましょう、やっぱね、水をもうちょっと入れるらしいですわ、入れる入れるって書いてあった
はい、書いてありました。ちょっと待ってよ、分量はな、ちょっと待って、これこぼれちゃうで。適当に、まあ適当でそれくらいかな。適当でやってみましょうか。はい、くらいですね。水ね、キッペン結構とりあえず入れよう今回は。結構今回ストップって言ってね。はい、それこの真ん中に目指して入れて、真ん中ちょっと洗いながら。はい、オッケー。これはどうやろ。これやってもらいたい。いい。うん、やる、やらせてもらうよ。やってもいい。いいよ。どうだ。おお、絞れるんじゃないこれ。あ、絞れるやろ絶対。そうやね、3分ぐらいやれって書いてあったけど、うちらさ、さっきも結構やったよ、絞れるんでね。じゃあちょっと2分測る。今1分100カッパーやったで、2分測りますよ。あれさ、あれ、ヘイシリ、はい、ヘイシリ、はい、もうタコの場合だ。ヘイシリ、はい、タイマーを2分お願いします。わかりました。はい、オッケー。はい、オッケー。じゃあちょっと待ってよ。さあ、どうやって絞る？これでね、ニューって絞る。絞りたい。俺絞りたい。みんな絞りたいっていう友達3人分準備して、ちょっと待って。パンキピカントもやる。手洗ってきて。うん、やばい、ぐるぐるの匂い。やばいやばいやばい。ぐるぐるってなんすか。あの、なんかオートミールみたいな、なんか果物入ってる。だってあれにココナッツ入ってんじゃないの。ぐるぐるグラノーラの。あ、腕まくりし山日。腕まくりしなさい。私はサッとだから。そうね。俺もハーフシャツ着てないんだよ。あ、すげえ。マジで。すごい。山日はここね。もう出とるよ。うん、もう出とる。すごいまくれ。ちょっと待って。今度オスカの準備もしないからね。絞って。ここでギューして。こ、身のところギューしていい？あ、このタオルをギューって絞って。もう思いっきし。うおお。めっちゃ出るやん。めっちゃ出る。ガクソと取れるじゃない。こぼさないようにね。小さい語順という話だったのですが。小さい語順？これってどっち？小さい語順？やだ。食が細い人順？俺が。やマヒは食が細い。ちゃんとあるでいいよ、キッペンだもんね。オスケまずこれ持ち上げから。ぬめっとなる。うわ、やば。だって一回オスケ持ち上げてよ。うお。じゃあ次よ、あのキッペンの。おいで。キッペン。やばい。おすけおすけ、こうやって下の方ぐるっと回すと出てくるよ。どうぞ絞り。そうそうそう。おー、すげえ、ほんと絞って作ってみよう。そのカスはさ、後でなんか他にも使えるらしいからさ、ちょっと待ってね。はいはいはい。じゃあ少しだけ食えばいいね。いけいけ。で、絞ってみ。どけ絞り。ちょっと待って、カスを入れる場所も下のカス入れる場所。確かになんか油っぽい。わかる。なんか口止めてる。なんかなんかさ、ニンニクみたい。これまだ出るの。結構成功じゃない？これね、いい感じ。あ、まだこれちょっとごめん、ちっちゃいサイズで。ガッ！ガッ！ガッ！こっちだ。出る。そう、もう出る。もう出る人ちょっとまとってな。もう出ないぞ。あ、キッペンもう出る人ね。カスここに入れていいよ。あれ、ここにカス入っとる。なんで？まあいいわ、今。おはすけ、おいし、あ、違う違う、汁はこっち。カスはここ。タオル、タオルからカス出して。ちょちょちょ、あの、ほんとよくなるべくこぼれんように、あの、ご配慮狙いがいます。めっちゃ戻ってたよ。あ、これ中身あれなんかさ、一番下すごい簡単とこれの。僕ももうなんかクリーム状になってるわ。マジ？うん。みんなが絞り終わってパニック。この中にいるよ。怖い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 。すごいね。あ、みんなちょっと待って、カスの人たち、カスの人たちちょっと待って。さあ、俺がカスみたいやん。お母さんにやらせてこぼれるから。はい、わかりました。結構取れたよ、先生。待ってね、俺少し取る。ちょっと待ってね。あれ、もうどれか雑巾絞りのように。見て、油っぽいよ。気持ち悪い。気持ち悪い。多分ね、簡単なところ。気持ち悪い。いやバターやん。パンダ、もういいわ、もういいわ。カンタのところがやっぱ一番細かいもんで、なんかバターみたいなのが出てくる。一番下の人のやつだけこんな感じで見えるかな。これ多分オイルじゃない？めちゃくちゃ。いや、バターみたい、バターみたい。
で、みんなのパスはこんな感じで、あ、後ろが白だからお母さんの服で、こんな感じでサラサラです。ココナッツミキサー2回戦目、ここから大輔の才能開花。これで終わり。終わったね。だいぶ入れた方がよくない？うん、うん、こいつまだ青いんでさ、このかける。オッケーオッケー、それぐらいピンチャー。よし、いきまーす。で、僕まずやりたい、それ。あのスイッチ？これ漏れてない。あ、漏れとる。じゃあ、もういいや。順番こうしよう。よし、じゃあ、まず誰最初にやるか決めよう。うん。最初。俺もどっちか。じゃんけんしよう。最初、ブンブン、じゃんけん、ぽい。のオリジナルソング、私めっちゃつぼりました。確かに水が、水もちょい入れるか、押さえてもいける状態、はい、とっても雑把な調理が進んでますよ。はい、私らしいですね。いいえ、もうちょっと待って、あ、スライムみたいな、マジ？スライムじゃないけど、あなたたちの手は綺麗なのね。まだ綺麗じゃなきゃだろ。オッケー、まだ絞っちゃダメ。いいよ、絞って終わった。まだ出とるよ、まだ出るっていうことは、これ大輔ね、はい、大輔ちゃんね。最後クリーム状、これつで、造形絞りしたね。やめなさい、大輔くん。はい、コプロリルこんなに作るの大変なんや、うん、そうよ、俺中身さ砕いてさ、もう飲むの、まだまだこの段階ね、楽だから。アニメとかさ、ブスッコッコッコッ、そうなんだ。違う、それはそれのジュースがあったんやけど、それはね、あんまり美味しくなかったらしい。あー、全然僕よかった。うん、もう食べた、飲んだ、うまかった、混ぜたね、混ぜたって。このココナッツの実の方がね、美味しかったらしい。ちょっとうわ、すっごい、もうバターを、バター分からんけどね、もしかしたらこれに醤油かけたらココナッツバターやん、お刺身みたいな味するかもしれん、分からんけど。なんで？なんかね、ヤングココナッツをわさび醤油でやると、あの、トロのお刺身みたいになるって言ってたで。あ、これビオニーかな、やっとるけど。美容にいいかもしれん。だってココナッツ めっちゃツルツルする。あ、なんか、あ、なんか、いくよ。あれ、なんか出てきた。入れます。はい、やっと入れる。投入。めっちゃ気持ちいい。 あんまり触らない。ちょ、指でちょっと触るぐらいにして、あの、食べ物だからね、一応。あ、なんかふりかけみたいな。ちょっと、はい、もうちょっと触ったら、もう堪能したらお話。堪能完了。いや、ちょっとさ、これ食べてみへん、ま、わさび食べれる人。はい、わさび醤油の人と醤油で食べる人で。ココナッツの絞りカス、どんなお味がするのか、いざ試食。今絞った、ココナッツのなんか油分が多いところを、醤油の人は醤油、わさび醤油つけれる人はつけて食べてみて、マグロの味がするかどうか試食したいと思います。それではみんな、マグロの匂いがする。する？みんな食べてみて。じゃあ私のもあれで。どう？マグロ？マグロか。もうちょっと。え？もうちょっと。バターやん。バター。え、待って。バター。確かにバター。いや、マグロの味がするな。うん。検証結果。え、せーの、ね、バター。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 バターみたいに言わない。バター。え、せーの。じゃあ次やりましょうかね。
ついに最終段階。はい、みんなが頑張って絞ってくれたココナッツミルクをこしていきたいと思います。元気な子供たちはあっちでちょっと休憩してもらってます。で結構量少ないんだよね、こんだけやっても。え、どうだろう。いや、わからん、このままどんどん増えるかもしれない。そうそう、ちょっと時間かかりそう、これで。いやね、もっとザル的なやつでよかったかな。え、そう言っちゃったら完成だろ。違う、なんかカス、なんかカスが入っとったで。そう、砂糖とか入れて混ぜたら出来上がりなんやけど。せっかちなお母さん、やっぱり待てませんでした。で、これめちゃくちゃ時間かかるで、こっちの早い方でやろう。オッケーオッケー。みんなが追ってくれたら手伝って、もうできる。俺やりたい。うん、いいよ。俺やりたい。ちょっと待って、それだけじゃなくてね、ちょっと待ってね。まずこれここにやるよ、こぼれる。うん、この中にセットして。はい、いくよ。うわ、早っ。おぉ、ね、効率にありないよね、結構時間が。牛乳みたい。結構取れたやん。うわ、めっちゃ取れた。結構ガスも取れとんの、ちゃんと。ガス。いや、どんくらい、2杯ぐらい入れようか。大さじ2。混ぜる。混ぜて。混ぜやすい。はい。うわ、どんな味やろ。いいんじゃない、ちょっとなんか。お、いいね、いいね。あとはじゃあお好みで足すって感じにする？できたよ。みんなコップ持っといで。はい。じゃあみんなやります。僕最初少し飲もう。うん。じゃあ美味しかったらたくさん飲もう。そうやね、そうやね。俺みんなそうしよう。じゃあ待て、みんなそうしよう。これぐらいでいいよね。まずそれくらい。じゃあみんなで飲もう。みんなで乾杯して飲もう。強く飲もう。もちろん。さあ、よし。じゃあみんなで作ったココナッツ。いただきます。乾杯。おお、結構うまい。でもうちょい砂糖入れた方がいい。薄いね。なんかちょっと砂糖薄め。いやでもうまいんやけど普通に。あ、本当？普通にうまい。粉がない。なんか牛乳でちょっと薄くなって滑らかまみたいな。そんな感じ、そんな感じ。それに牛乳入れたらもさ。確かに。これに？ミルクやつ。これでいいんじゃない？2杯でしょ。大丈夫。2杯でちょうどいい。はい、マスク。じゃあいいんじゃない？はい。ほら、大粒。はい、ゲーム機器置いてきてくださいよ。うん、いっぱいいただきます。あ、それぐらいでいいかな。いただきます。大自然の恵みだ、大切に飲みなさい。うまっ。待って、え、めっちゃうまいんだけど。めっちゃうまくね、これ。みんなちょっと味が買った、見て、すごい、めっちゃうまい。飲んでみよ。さらにうまくなったらしいよ。で、マジガチでやばい。小芝居を始めるカンタさん。やっぱさっきのココナッツと同じやつだよ。たぶん普通に嘘ついてる。いくよ、黙れ。あの人飲めてる。うまい。じゃあ飲んでいい。じゃあまひろくお願いします。マジでうまい。叫ぶよ、もうだったら。うん。一緒に叫ぼう。パワーで。うまかったらパワーって言って。みんな前振りはいいから。パワー！うんまっ！おかわり。おかわり？え、そんなに美味しいの？俺もおかわりちょうだい。はいはいはい。俺もおかわり。じゃあ普通にもうみんなで分けっこしようか。そうね。もうこれみんな分けっこして入れちゃっていいの？イエス！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 いっぱい飲める。待って、ココナッツうめえ。マジか。最初さ、パッサパサにさ、めっちゃっと心配やったんや。最初めっちゃ難かったんだよ。お砂糖がちょっとしか入ってない頃。うんうん。いや、今回飲める。もう俺はいいよって言って。いや、これ飲める。ストップ言ってな。いつもめちゃくちゃ。じゃあ平等に分ける。あー、うめー。ちょっと待って、丸ごと全然使いや。じゃあこれもう多分もう作れないけど、後でカレー作るときに隠し味で入れたら美味しいかも。一体ってめ、ちょっと濃厚な、滑らかで。そう、うん、なるかな。カレーにするかもしれないね。確かに。さてさて、ココナッツ入りカレー美味しくできたかな。また動画でまとめたいと思います。楽しみに待っててね。このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりとした日常をアップします。
動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見てよかったという人はぜひグッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどお気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。